ケースネスはハイランド州に属する軍の一つで、ブリテン島の北東端に位置する。1975年までは州であり、州議会を持っていたが、ハイランド州に統合された。地続きの軍はサザランドのみである。ケースネスへの交通はサザランドを通過するか、もしくは船便による。フェリーが軍とウィックからオークニー諸島に出ている。ワッテンコールドウィック城。 ノース人領主によって12世紀に建設されたケースネスの南北6 4トル東西5 0トルにわたる地域は、おおむねなだらかな地形で、森林は、ほとんど見られない。この地形を形成する砂岩は4 0 0 0ルの深さに、達すると推定され、デボン期に固定であったものが堆積隆起して、現在の地形になった。ケースネスでは、当時の魚類や植物の化石が、 時折発見されている。この砂岩層は平らに割れるため、良質な遺体子の産地にもなっている。北と東は海に開けており、海鳥にとって重要な住処である。内陸部は荒野と沼地が広がり、川沿いには農地もある。ケースネスからは、戦史時代の遺跡、発掘品が多数見つかっており、沿岸部には、農主人の建築によると思われる廃場が多い。 10世紀頃ノース人がやってきてケースネスを支配した。現在の地名はそのほとんどがノース人起源によるものである。ケースネスの総主権をめぐってスコットランド王国とノルウェー王国が対立し、ノルウェーは1266年保証金と引き換えにスコットランドの総主権を認めた。ケースネスでは主に西部でスコットランドゲール語が使われていた。しかし、 スコットランドの英語化に伴い、スコットランドゲール語は次第に忘れられていった。1911年の調査では6.7%にとどまった。しかし昨今、ゲール語復興運動が起こっており、和社は少しずつ増える傾向にある。ありがとうございます。